蔵の特価チャンネル今回はすごいですね日本のヘビー級世界チャンピオンを誕生させるというようなまあ企画でしょうけども亀田ボクシングジムなのかなえ大阪に誕生しました最高最高ファイトクラブっていうボクシングジムをねえ作りましたなんとボクシングヘビー級日本でいうまいヘビー級は師匠無理だろうって言われたこのヘビー級の世界チャンピオンを作ろうとして この田島三郎アマチュア元チャンピオンですよね全日本チャンピオンをスカウトしてえー元緑ジムにいたんですけどもその選手をスカウトしてなのか最高ファイトボクシングジムに入れましたたじま選手はね私の「トカチャンネルでも何回もあの何回か特集したことあるんですけども本当にいい選手ですねアマチュア時代からもう本当に無敗で上がってきてすっごい強い。 えこれヘビー級なのっていうぐらいのあすごいスピードがありました当時はクルーザー級か当時は当時のクルーザー級でもそうこの重量級でこんなスピードがあるのっていうもうね日本のプロの、えー、ランキング1位の選手のパンチもほとんど当たらずもう遊びながらやってるようなそれぐらいのレベルいやこれは世界取れるよクルーザー級の世界チャンプ絶対になるんじゃないのっていうぐらいのいい選手です。 そのいい選手が、まあ、今回ヘビー級をやるということで。クルージャーでは、ちょっと体重が軽いということもあって。体重を増やしたのかな、かなり、こう、大きくなりましたよね。この大きさで、まあ、世界はちょっと難しいんじゃないかっていう不安も出てきましたね。この間、西島陽介さん、元ね、えーえー。東洋チャンピオンだった、その選手と、まあ、エキビエキビジションをやってました。 えー、まあ手のスピードはハンドスピードはありますけれどもこのなんていうのかなアマチュア時代のその,あの速い動きあの華麗な速,速い動きはなくなってましたねちょっとこれ残念かなというちょっとヘビー級にするために、まあ、メジャーなねクルーザーよりメジ,ャーメジャーなヘビー級に持っていこうとしたんでしょうかかなりこの 大きくなってましたよね体重も、えー、そういうこの体でうわ動きではちょっとヘビー級の動きはできないんじゃないかなとあのクルーザーの級の,の動きの時はものすごい速かった「うわすごいこれ絶対世界取れるよ」まで言われた私の中では、ね、世界取れるよって言,われた言った選手ですそれぐらいいい選手ボディワークもフットワークも勘もいいしね、えー、打たせないし当て,当て感もいいし。 晴らくクルーザーでは世界を取ったと思いますけどもヘビーでもうそのうち取るんじゃないか筋肉をつけてと思ったらちょっと筋肉ではないこのダブったなんだなんかちょっとあの肥満になったっていうような体だったんでちょっとスピードもなくなるキレ,キレもなくなるということで。 ちょっとこれちょっと不安になりましたね。スタミナもこの体ではねバン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 こうラッシュもできないしパンチの切れもできないし、そういう意味ではちょっとあの体重にしたのはちょっとまあ難しいのかなっていう気はしますよね。まあ日本のヘビー級チャンピオンになって、えー、クルーザー級にもう一度体を絞って落としてなら世界はほぼ。 お確実的な感じがしますよねそれぐらいクルーザー級の体のスピードキレパンチ力は素晴らしいものがありましたただヘビー級にしてからやっぱり動きが悪いキレがないそういう意味ではちょっと世界の,あの速い動きになってきた、えー、ヘビー級ではちょっと難しいのかなっていう私の印象ですけどもね、えー、まあ今ねヘビー級の世界も。 超ヘビー級ができるるんじゃないかって言われるぐらいもう 2m ーー超えのねすごいでかいのがいっぱいいますからねそあのちょっとこの太ったあの鈍い動きではもろあのハートパンチをもらうんじゃないかっていうなんかそんな不安もありますよねやはりあのクルーザー級時代の動きはねタイソンを放物させるようなね素晴らしい動きでした。クルーザーでまず確実に世界を取って そこからヘビー級に上がるという楽しみはある,あると思いますよ先に世界チャンピオンになった方がいいんでやはりクルーザーでまず取ってほしいなと思いますねだって全然違いますもんクルーザー級の時と動きがこ速くて速くてうわこれはこのパンチこれで世界でもよけられないよっていうぐらいの速いスピードでそれもそのパンチ力もすごいあったんでこれは面白かったですけどね、まあ、まずヘビー級で今度1戦やってヘビー級チャンピオンというのはまあいいんじゃないですか もうヘビ級の実力、日本のヘビー級の実力はあると思いますよ。よかなり、あの飛び抜けたヘビー級の日本でいうヘビー級の飛び抜けた実力はあると思います。そして、今回の対戦相手が、えー、韓国のトヨサインあ、韓国ヘビー級3位のキムサンホっていう選手ですね。まあ、韓国産油の選手にも勝てるんじゃないですか。か、えー、とにかく動きがいいですから。あの。 えー、黒崎のままのイメージの動きでいうとみんんな勝てませんよ今回は日本タイトル戦になるかもしれませんこれを取ればこの韓国3位に勝てば、えー、日本のヘビ,ー級世界、えー、ヘビー級チャンピオンにしてもいいんじゃないかという話がありますから、えー、私はもうあの最初アマチュアから来た頃からもう日本のチャンピオンにはなれる。 実力があると思ってますからいいんじゃないですか。かって日本チャンピオン、日本ヘビー級チャンピオンにしてもいいんじゃないですか。えー、に日本チャンピオンにね先日まで日本チャンピオンだった上田選手がもうあのなんかやりたい仕事ができたんで、えー、そっちの方に行くということで、えー、そういう意味で、えー、新しくクイになったんで、えー、そこは三ツ矢選手がチャンピオンになれる実力が十分あるんで。 えー、日本ヘビー級今回の試合例てば日本ヘビー級チャンピオンにしてもいいと思います。じゃ日本ではもうヘビー級が、ね、少なくてですね、えー、困ってるんですね。なぜでしょう。やっぱりあのラグビーだとか、えー、アメフトだとかバスケ、えー、柔道、軽量とか統合格闘技、相撲、まあそっちの方に大きい選手がいっちゃうんですね。そして、えー、それでまあドカ式ジムにはこのすごい。 なんと言っても、この小さい私の会長のねライトフライの私の世界タイトルだったんですけども、はあ、入ってきた選手がなんとでかいヘビー級選手が入ってきましたよこの選手が私はミスター K とは呼んでますけどもこの選手今どん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 強くなってきましてね今度スパーリング行ってこの体操をマイク・タイソンを彷彿させるような動きができてきたんでちょっと今度連れていこうと。 前、上田選手がチャンピオン日本チャンピオンの頃に、ね、連れて行ったら、まあ、そのとこれはまだ,まだ最初の頃だったんで、ね、全然できませんでしたけども大い最近よくなってきたんで一番ジムのでかいサンドバッグがもうグーングーンって揺れるぐらいのすごいパンチよくで,できてきましたしあのアメフラ,グビーラグビーかフットボールもやったんですごいこのウィービングこの体のキレがいいんでどんどん良くなってきました。 もしかしたら渡嘉敷ジムから日本,ヘビー級世界日本ヘビー級チャンピオンとなり世界ヘビー級チャンピオンが誕生する日が来るかもしれません。これはかもしれませんですけども、えーまあ、今ガンガンやって今度スパーリング始まってねどん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 伸びていけば、まあ、うまくいけば秋ごろにプロテストを受けて年内にデビューもしくは来年の春までにデビューっていう期待をしてます。 私一生懸命指導してますからもう手をこう両手上げながらパンチを受けてますから強いですよ面白いスピードもあるしえとにかくぜひ見てくださいもしえーボクシングのヘビー級世界チャンピオンになりたい人は渡嘉敷ジムに来てください軽のスパリングパートナーやりながら世界狙いましょう